こんにちは、大型キャリアカー運転手の橋です。今日はですね、エンジンのヘッドカバーこの前オイル漏れしてて交換したんで、定期的に見てるんですけど、オイル漏れ発生してないか再確認といったところです。ブレーキフルードも交換して、パワーステオイルこれも交換して、エアクリーナーも新品、冷却水は変えてないですね。まだ変えないといけないですね。でバッテリーも新品、エンジンオイル交換とオートマイル、オートマイルも抜ける分だけ抜いて補充して、だいぶ調子いい感じです。周りなんか気になる焼けたような匂いがして、僕もちょっと敏感になりすぎてるのかもしれないけど、定期的にこうやって見てあげるんですよね。ガソリンがバンバン減っていきます。はい、燃費は3とか4とかです。 V8 4.7 リッター、はい、よくガソリン車ですね。大丈夫そうかな。ちなみにベルトは22年に15万キロで交換してて、ちょうど10年ぐらい前か、10年11年前、今僕が19万キロなんでまだ交換しなくて、チャンネル半紙。めっちゃかっこいいっすよ、マジで。自画自賛っすけど。はい。見てください、5000円廃屋入れて今 77.3km 走ったんですけど、やばくないですか。半分ぐらいまで行って5000円で、それから 77.3km でもうこんなに減ってます。はい、あ、これもランクルの宿命ですね。無理なく乗ってます。やっぱこの辺りも古くなってきましたよね。見た目も作りもモケットで、シートカバーがついてたんですけど、まあ、僕いらないかなと思ってもう取って捨てちゃいました。っていうのがちょっと前のオーナーさんで使ってたのが
まあ、そのまま僕に来たって感じなんですけど、ボロボロな感じになっちゃったんで、もういいやと思って、だいぶ色性はまあ年式そうかな。でも触り心地いいし乗り心地いいですよ。なかなか ETC もついて、ちなみにこのナビゲーション地デジ対応のナビなんですけど、わ、手汚れてる、洗います。自分で取り付けしました。めっちゃ配線類がややこしくて、ネットで調べたり、電装系に詳しい友達だったり身内だったりに相談しながらどうにか作ることができて問題なく作動してるんですけど、リアのエアコンだけどうしても温風しか出なくなっちゃって、エアコンが出ないんですよね。これをつけた後からどっかで、だから僕が配線取り方間違っているかもしれないです。リアのエアコンなんか原因これじゃないとか、配線詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスください。今日はこういったところです。いつも皆さんコメント、グッドボタン、チャンネル登録ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。心にゆとりを、行動に余裕を、大型キャリアカウンテージ阪氏でした。それではまた。